皆さんどうも、山桃です。たびたび私の動画内でもダイエット始めましたと言ってたかと思うんですけれども、タイトルにあるように太りました。痩せるのは時間がかかるのに、太るのはどうしてこんなに一瞬なんだい。というわけで本日は私ダイエットを始めましたので、よかったら一緒に頑張りませんかっていう、そういう動画となっております。夏に向けて定期的にダイエット動画が出ると思うんで、お付き合いくださいませ。チャプターごとに分けてお話ししていこうと思いますので、まず私の今の体重体型について、2つ目前にやってたダイエットはどうなった、パーソナルジム行ってたんじゃね、どうなったっていうところを喋っていきます。3つ目今ってじゃあどういうダイエットしてんの、今ってどういうダイエットしてるに関連づくんやけど、私最近チョコザップというものを契約しました。言ってるから、まあそれについてどんな感じなんていうのも喋っていこうかなと思います。まあちょっと大まかに4本立てみたいな感じでね、喋っていこうかなと思いますので、自分が気になるところだけ見てもらってもいい、よろしくお願いします。じゃあやっていきましょう。リバウンドしましたので、リバウンドした時の最高体重、そして今の体重などなどお話ししていきましょう。まあ3月頃ですかね、ちょっとドピークに太りまして、体重が 57.7kg ありました。私身長162cm なんで、まあまあそれぐらい体重あってもええんちゃうかって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、私自分自身のベスト体重がね、50キロからだいたい52キロぐらいまでなんよ。そこを超えちゃうと体重たいなとか、動きづらいなとか、なんかすごいねやる気が出えへんくなったりもするっていうのがあるので、自分のベスト体重からやっぱりね5キロぐらいプラスになっちゃうとちょっとしんどいんよね。膝にも負担かかるし3月の半ばとかに 57.7 キロありました。まあでもそれじゃあやっぱり自分自身もしんどいし、体重たいし、何をするにもよっこいしょってなっちゃう自分がすごい嫌やったんで、ちょっとでも体重を落とそうと思って生活習慣とかを見直した結果、ちょうど今日の朝測った体重がこちらでございます。まあ、4.3 キロ減りましたと、こんな感じで落ちました。自分が動きやすいなって思う体重が50から52キロぐらいなんやけど、それに少しずつ近づいては来てます。来てますなんやけど、私いかんせん筋肉がないもんで、体重的なゴールは近いかもしれへんけど、そうじゃなくってしっかり筋肉をつけて代謝良くしてリバウンドしにくい体作りをしたいなって思ってるので、まあまあまあ先は長いかなって思ってます。もうすぐ6月になるってことで、このあと 1,2 ヶ月でどこまで体引き締められるかなって思ってるんですけど、自分のペースで頑張りたいなと思ってます。まあ、ちょっとここでねみんなに伝えておきたいことというか話なんですけど、それで太ったって言わないでほしいとか、やっぱそういうコメントをいただくと、なんかこうね私もどう発信したらいいんだろうみたいな。だからこそね、もう本当に言っておきたいのが、私はね過去の自分と比較してその時よりも太ったなって思ったし、体も重たくなったから太りましたって言ってるのであって、自分が一番好きでいれる自分になるためにちょっと痩せたいなーって私は思っただけやから、みんなもね自分が好きでいれる自分になってください。ちょこっとだけ昔話をすると、私大学1年生の時とかね46キロぐらいやったんよ。身長は変わらず痩せてたんよな。だからその時と比べたらね、もう本当にどれだけ体重が増えたのかって話ですよ。どこからが太ったで、どこからが痩せてるとか、人それぞれの価値観でさ正解なんてないからこそ、ちょっとすごい伝えるのが難しい問題なんやけど、まあ、気楽に見てほしいこの動画を。いいところだけ取り入れて、みんながねよりよく過ごせるように、その一つの手段として私の動画からなんか持ってけるもんがあったら持っててくださいみたいな、そんな感じでね見てもらえたら嬉しいです。というわけで体重のお話でした。では次、まあどうしてねリバウンドしたのかっていう話ちょっと先させてください。私ダイエットして痩せて太って痩せて太ってのほんまもう繰り返しみたいなもんなんですよ。もう万年ダイエッターみたいな感じなんですけど、リバウンドする理由はねいつだって同じ、食べ過ぎやのに運動してない。これねもう毎回やってるかもしれへんけど、消費カロリーよりも摂取カロリーの方が多くなっちゃってるっていうこの図ね、もういつだって私の原因はこれなんですよ。本当に自分から運動しようと思わんと運動せえへん生活を送ってます。ひたすら編集とかしてるからデスクワークみたいなもんなんよ。デスクワークって言っていいんかな、デスクワークか。こうずっと座ってるとねやっぱりこうリンパが詰まっちゃったりとかするわけですよ。あとはやっぱりパソコンガタガタしてると気づいたら猫背になっちゃうとか、これも良くないんよね。やっぱり食べ過ぎちゃうっていう話に戻すんですけど、私は本当にね食べるのが大好きなんですよ。食べるのが大好きやったらじゃあしっかり運動せよって話やねんけど、運動嫌いなんですよ。食べるの好きやのに運動が嫌い、はっ
リバウンド。もうできてるよね、方程式。やっぱこうね、家で編集とかしてると、口が寂しくなる、寂しくなる。気づいたらチョコレートとかつまんじゃうよ。それが良くないんですよね。私、お酒も好きやから、こう、一人で結構飲んだりするんですよ。チューハイが美味しかったりさ、ビールが美味しかったりするやん。まあ、それも原因ですかね。結局はね、運動してないのに食べ過ぎちゃうっていう、これなんですよ、私、リバウンドの原因は。まあ、そんなこんなでリバウンドしてしまった私なんですけど、以前やってたダイエットはどうなったんだっていう話に戻りましょう。遡りましょう。月日が流れるのは早いもんなんですけど、1年半ぐらい前かに私パーソナルジムにね行ってました。そこでね痩せましたよっていう動画をまあ上げてんのよね。そりゃパーソナル行ったら痩せるやろって話やねんけど、そのパーソナルジムでは何をしてたかっていうと、だいたいまあ週 2,3 でパーソナルジム行って1ヶ月間丸々食事指導もしてもらってみたいなコースにまず入りました。で、食事指導っていうのもバランスの取れた食事を意識しましょうっていうやつやったから、こう毎食毎食こう送るんよね、担当さんに。でフィードバックもらうみたいな。まあその食事指導のおかげで自分も日頃からバランスについて意識するようになったし、それで実際体重もしっかり落ちました。引き締まって肩幅とかも狭くなったんよ。足とかもねすごい引き締まったんよ。やけど私がパーソナルをねやめるきっかけとなったことが一つありまして、私首が悪くって、首とか肩甲骨が痛くなっちゃって動けなくなったりとかもあるから、月1の針治療がもう欠かせへんのですよ。で針してもらってる時に、パーソナル通ってますとかこういう筋トレしてますって言った時に、正直山本さんね、この状態やったら筋トレは知ってほしくないですみたいなことを言われたんよ。まあ、筋トレは筋トレでも下半身を使った筋トレとかやったらいいんやけど、上半身こういう動きの筋トレとか首に負担になっちゃうからあんまり良くないねって言われて、結果的にはやめたんやけど、まあその前にね相談はしてたんやけど、担当の方にちょうどねここを首のねこの辺とかにこうダンベルっていうの乗せるやつとかをめちゃめちゃやってたから、まあ、そういうのができなくなったから、それやったらジム通わんでも自分でできるなって思っちゃったんよ。やればええやって思ってんけど、やらなくなりました運動完全にしなくなったわけじゃなくって、散歩とかには行ってたんやけど、その運動量じゃ足りひんかったんやろね。そんな感じでパーソナルジムからはフェードアウトしてました。その後もやっぱり食事とか姿勢良くするとか腹筋に力入れるとかそういうのは意識しつつこう体型を保ってたんやけど、やっぱ徐々に徐々に太ってって言ってたよね。じゃあ実際今どういうダイエットしてるんかっていう話に入っていきます。やねんけどね、まあこれは過去に私が喋ってたことと若干被る。痩せたけりゃお菓子やめよう、ジュースやめよう、小麦やめよう、これだけでもねかなり落ちる。食べ過ぎてた私は食事の量を減らしました。減らしましたって言ってもみんなからしたら一般的な量かな。朝昼晩普通に食べます。でこの食事方法っていうのも朝からがっつりいくんじゃなくって、やっぱり味噌汁、お米、納豆みたいな、そういう優しいご飯にしてます。でお昼は正直何も気にせず食べてもいいと思ってる。やっぱ大事なのはね朝と夜の食事やと思うよね。で夜も普通に食べるんやけど、食べる時間をまあ早めにしたり8時までに食べるとか。ただみんながみんなねその8時までにご飯を食べるっていうのを決めてできるわけではないと思ってて、お仕事でどうしても帰ってくるのが日またいじゃうとか、そういう場合はその時間帯に食べても太らないようなご飯だったり、お腹が空いた時は温かいもの食べたら空腹感が満たされるっていうから、茶碗蒸しとか味噌汁とかお粥にするとか、そういうのでねカバーできたらいいかなって思います。あとは毎食毎食野菜から食べてます。やっぱり野菜から食べるっていうのは血糖値の上昇を抑えてくれるらしくって、なんでやっぱり食べる順番っていうのは調べてその通りに食べるようにしてます。ダイエット中の食事はそんな感じです。でそれ以外にやってることは、まあ、最後にも喋るんやけどチョコザップっていうのに行ってます。お手頃なジムみたいなのに行って、まあそれも言うて週 2,3 行くか行かんかぐらいなんやけど、あとはお風呂上がりのストレッチを始めました。これ私ほんまにサボっちゃうよストレッチって。でもストレッチってマジで大事らしくって、特に私体カッチカチやから、私がやってるのはあれですね、股関節の、ちょっと待って今めっちゃなんか知らんけど腰痛いかあんまできひんけど、こういうやつね、こういうのよく見るやん、股関節のストレッチみたいな。スキンケアしてながら毎日やるようには心がけてます。この股関節のねここに老廃物が溜まるらしいんよ。するとまあ血の巡りが悪くなっちゃって冷え性にもつながったりとかもあるらしくって、私はそのデスクワーク的なんやから余計に詰まるんやって。ここが、私100歳まで生きたいとか言っておきながらね結構なんか適当になっちゃったりとかもあるから、その辺もね改善しようと思って、まあストレッチも
もしてますよっていう話で、そのパーソナルでね、この上半身を使った筋トレができひんって言ったと思うねんけど、上半身はどういう筋トレをしてるんやっていうと、重いものを持たなければいいから、もうとにかくね、こういう肩甲骨をほぐしてあげるような動きとかをしてます。二の腕の筋トレ方法なんてまあいっぱいあると思うんやけど、ちょっとね、こういうなんか二の腕ねじったりとか、二の腕とかをしっかり動かしてあげてとかしてます。あとはね、水をたくさん飲む。これはまあ私ダイエット期間じゃなくっても水めっちゃ好きやから、1日約2リットルぐらいは余裕で飲めるんですよね。だからまあしんどくなくね、水はたくさん飲めるんやけど、ただやっぱり水2リットル普段から飲めないとだいぶ量多く感じると思うから、そういう方はね、最初から無理せず、1日1リットルしか飲んでなかったなって方はこう 1.5 リットルから始めるとか、意識を変えるだけでもかなり違ってくると思うので、水をたくさん飲んで老廃物を流して体の中をこう綺麗な状態にしてあげてください。マジで水飲むの大事やからな。あとはお菓子問題、これもね、昔喋ってるのと被っちゃうと思うねんけど、もう今甘いもん食べたくなったら何してるかっていうと、チョコレート食べたくなったらカカオのパーセンテージが高いもの、最低でも70何パーセントのやつかなにしてます。あとはナッツ類、素焼き系のナッツを食べてます。だからその辺 OK にしてて、であとはフルーツ、私フルーツ大好きやからね、スイーツみたいなの食べたくなったら果物食べてます。バナナとかみかんとかリンゴとか、いちごとか、あとは小魚とか、そういうの食べてるかなみたいな感じでやってます。はい、ってわけで最後、そのチョコザップについて、私が今通ってるジムについてお話ししていきましょうか。まずチョコザップって何やっていう話からいきましょうか。ライザップが監修してる24時間いつでも行けますよってジムで、無人のね、こじんまりとしたジムです。ランニングマシーンとかエアロバイクとか、それ以外のマシーンの名称私あんまりよく分かってないねんけど、腹筋できるやつとか、なんか足パカパカできるやつとか、いろいろ置いてあるんやけど、それぞれ台数めっちゃ少ないよ。よく使われるであろうランニングマシンとエアロバイクが3台ずつとか、それ以外はもう2台ずつ、あとは1台ずつみたいな、小スペースで筋トレとかができるジムみたいな感じですね。月額が3278円って書いてる、税込み価格。チョコザップね、すぐ入会できんのよ。もう会員情報入れてクレカで払ったら、もうその瞬間から行けちゃうよジム。チョコザップのアプリダウンロードして、マイページみたいなんで QR コードが出てくるから、その QR コードかざしたら入れんのよね。スタッフさんとかがおらへんから、機械ってどうやって使うんやろっていうのとかも聞かれへんのよ。聞かれへんけど、そのチョコザップのアプリに使い方の動画みたいなのも載せてくれてるから、それ見ながら私はやりました。無人って言っても定期的にスタッフさんが来て清掃とかはしてくれてるんやと思うねん。わし一回その清掃のタイミングみたいなのを鉢合わせたことがあって、掃除機とかかけてくれたりとか綺麗にしてくれてました。一つ難点があるんやけど、トイレがないとこもあるんよ。あとやっぱり女の子一人で行くと、女性専用フロアとかがないからさ、そこ心配の方はね、チョコザップじゃなくって女性専用フロアとかがあるようなジムに行った方がいいと思います。私ね、これ友達とねチョコザップ行ってるから、ちょっとそこに関してはね結構ハードルが下がったんよね。皆さんね、よく調べてください。自分が通う店舗とかね、なんかレビューとかあるんやったら調べてください。私はやっぱジム契約したからには行かなってなるからさ、こう無理やりにでも運動をしなくちゃみたいな、契約したんやったらジム行って運動しようっていうマインドに持っててます。正直チョコザップもね、なんか評価がばらけてるんじゃないかな、ネットとかで調べた感じやと。私みたいなね、自発的にこうなかなか運動せんやつにはいいと思う。チョコザップでもどの機械でトレーニングしてるかっていうと、まずランニングマシーンですね。ランニングマシーンでもう早歩きしたりとか、エアロバイクしてお尻のやつとかやってますね。後で名前調べて載せとくんやけど、興味があったらね調べてください、チョコザップは。はい、てな感じで、現在の体重からリバウンドした原因、今何やってんのっていうのと、私が今通ってるジムのお話でした。またね、こうやってダイエット動画を上げようと思ってますので、夏に向けて、もうでも言うて肌見せる時期やから、ちょっと一緒にね頑張っていきましょうっていう動画でした。これで共にモチベ上げて頑張っていこう。ダイエット系でこういう動画が見たいですっていうのがあったら、ぜひコメントで教えてください。参考にさせていただくんで、よろしくお願いいたします。コメントというわけで、一緒にダイエット頑張りましょう。今日見ていただきありがとうございます。